おはようございます、ペイです。今日はボーダーコリーのナギが半年を過ぎて、ああやっててよかったなと思うしつけトレーニング3つをお伝えしたいと思います。それでは1つ目は待てです。我が家で行った待てのトレーニング方法は、やっぱりご飯の時に毎回待たせるようにしっかり粘って行いましたね。なかなかね、子犬ちゃんは欲求がすごいんで食べたい食べたいってなるんで、でもそれを手でご飯の器を押さえたりとかして、で待ってもらうっていうことをかなり粘りましたかね。でそこからこの子がちょっと手でねご飯の器を押さえなくても待てるようになったら、距離を私たちが取って、でそこでもうこの子自身がね考えて待てるようになるまで練習しましたね。待てのトレーニングが大事だなと思うのは、こういう境界線とかを越えていくときに、もう何も考えずにワンと行っちゃうと、すごくね危ないところとかもね外へ行ったらあったりしますよね。だからそういう時にこういう境界線のところで一つ待てっていう風にできると、この子自身の安全を考えた時にこういう境界線で一度待てるっていうのは大事かなと思います。でドアとかでも開いたらすぐ飛び出るではなくって、一度待ってもらう、でそこから確認をして、飼い主さんが確認をしてから出ていくっていう風にして、でいつもねこの子がこっちの目を見たらよしって言って出ていいよっていう風に合図を送るようにしてます。はい、じゃあじゃあいいよおいで。次は2つ目は首輪とリードトレーニングです。お迎えして数日してからはもう首輪のトレーニングをしてたので、今半年が経ってやっていてよかったなと思うのは、やっぱりこういう風におとなしくしてくれて、でナギちゃんお願いします、はい、こういう風に装着の時にねやっぱり暴れちゃったりしたら、なんかもうそれだけで散歩行くのちょっと嫌になるなとかって思うことはあったりすると思うんですけど、大変なことが続くとちょっとね疲れちゃったりしますよね。なんかそういう風にならないためのトレーニングとして最初からこういう風にしておいて、散歩行くのねワンちゃんも嫌がらないで、飼い主さん自身もねなんかスタートがねこうやってよかったらね行きやすいかなと思うんで、この首輪トレーニングはやっぱりおすすめですね。首輪への違和感がなくなった時に我が家ではリードのトレーニングも合わせて行いました。それが今の散歩にも生きてると思うので、やっててよかったなと思いますね。そして最後の3つ目はもうこれは絶対外せないトイレトレーニングです。おしっこ行ってきて、おしっこ行ってきて、はい上手、なぎ上手、はい上手、はいありがとう。トイレは最初ブリーダーさんのところから来た時に生後58日だったんですけど、その時で一応シートの上ではすることを分かってたんですね。ブリーダーさんもそういうふうにしつけときますって言われて、でそれで我が家に来た時にはこのシートっていうのがトイレをする場所だっていうのは認識してたみたいで、なんか最初の2日ぐらいは結構完璧にトイレができたんですね。もう来てで、あこれはトイレできるのかなと思ったんですけど、でも実際にはやっぱり環境が変わったりね、まあずっと 100% できてたわけではなかったのかもしれないんですけど、その環境の変化がやっぱり難しかったみたいで、でまああちこちでやっぱりしちゃうことが多かったんですね。ただこのシートをね覚えてくれてたっていうのもあったんで、シートをまあそのしちゃったところとかにこうとりあえずごめんしちゃったところとかにこう床にねこういう感じで敷いていったんですね。まあこういう感じでここだったらここにこうやって敷いていったんですね。でその上でしたらまた褒めてみたいなことを繰り返して範囲を狭めていったって感じですかね。ただトイレのために何か仮設の壁みたいなものを作ってこう範囲を狭めていったっていうことはせずに、普段通りのこのまんまの部屋でとりあえずこのシートの位置をこうずらせていって、だんだんこっちに集中してもらうようにしていったっていう感じでトレーニングをしていました。我が家ではねこの子が早い段階でトイレをしっかりできるようになったとは思うんですけども、ただこれは私がお家で仕事をすることが多くって、で出ていくのは夜なんですね。そしたら家内がその間に帰ってきてくれて、またこの子を見てくれることになるんですね。そしたらずっとねこの子を見てる人がいるっていう環境だったんで、だから多分トイレを覚えるのもまあまあ早かったと思うんですね。でもこれはお勤めされてる方がねそういうふうにできるかって言ったら、それはもうなかなか難しいと思うので、
あの参考になるかわからないんですけども、まあ我が家ではこのシートをいろんなところからだん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 狭めていって、でできた時にはもう月並みですけどしっかりと褒める、何かねあのおやつをあげたりもしましたし、そういうふうにして我が家ではこの子がトイレをしっかりできるようになりました。ここまで我が家で行った生後半年までのしつけトレーニングをご紹介したんですけれども、あとハウスに入る練習と、ハウスに入ってお留守番をする練習、それとお風呂にワンちゃんが自分で行く練習もかなり頑張りましたね。このようにして我が家では生後半年を迎えたんですけれども、難しかったなと思うのは粘ること。やっぱり子犬ちゃんからの半年間っていうのは、この子自身が止まることがなく、もうずっと起きてる間はもう暴れまくって遊びまくってっていう中で、こちらの指示を聞いてもらうっていうのにはなかなか一筋縄ではいかなかったっていうのが正直な気持ちですけども、でもその時間がね、今落ち着いてくれてるこの子を見てると、あーいい時間だったなーって思いますね。なのでもしね、今うわ子犬ちゃん迎えてすぐで大変だってもしなっている方がおられたらね、もうその時間は二度と戻ってこないですからね、本当楽しんで進んでいただきたいなって思いますね。今日はワンちゃんの生後6ヶ月までに我が家でやっててよかったなと思うしつけトレーニング3つをご紹介しました。それではまた来週お願いします。